めし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 ラジオ、どうもやってまいりました、めしラジオの時間でーす。久々だからちょっともういろいろオープニングとかわかりません。そのオープニングはどこからパクったの？わかんない。今のはオリジナル。オリジナル。じゃあちょっとそれでいこうよ。めし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 ラジオってふわふわしてるけど、それでいきましょう。だいぶふわふわしてるけど、いいですか？ちゃんとオープニングにしよう。ちゃんとかっこよくしよう。ギュージャラ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 、めし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 ラジオ。あ、いいじゃん、いいじゃん。ドゥ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 。それはオープニングロックアレンジでちゃんとこんなふわふわしてた曲なのに。はい、久々のしラジオでー、今日は僕はカップラーメン、これちょっとね、なんか見つけてしまって、これ買っちゃった汁なし台湾ラーメン。汁なし、そう、でもう今作ってあって、湯切りもしてあって、うん、もう作ってあってじゃねえや、お湯は捨ててあって、うん、はい、そうと、うん、納豆巻き、はい、納豆巻きとめっちゃ食うじゃん、明太子と、うん、あとゆで卵、うん、めっちゃ食うじゃん、あとビタミン野菜。あ、こんだけ買って500円。あ、まあ、安いか、まあ、安いか、アホみてんに安いな。だって100円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 、これは60円とかだから。うーん、安っ、安いね。はい、君はバーン、治る力のサプリー。飯じゃねえ。飯じゃねえ。多分これは昨日あの動画出してると思います。そうだね、セカンドでね。わけわかんねえ動画出してるから、そっち先見てください。何をしてるのっていう。俺がこれ作ってる間にね、この台湾ラーメン作ってる間に。いや、まあいいんですよ。やりたかったんですよ。そう。はーい。はーい。はーい。ちょっとこれ、押しててきて。やだよ、やだよ。ちょ、置いとけ。うん。なんだ、捨ててきて。ふざけんな。駅前って飯ないから。あるだろ、ここに。なんでお前飯買わないんだよ。食ったんすよ、食ったんすよ。そう、さあ、ちょっと聞いてよ、んみんな。俺さ、はい、もう、一人暮らしなわけですよ。はい。だから飯ぐらい誰かと食いたいわけですよ。はい。せめて、もう君でいいよ。ね、もう。だから、うん、昼は、うん、今日何食うって言ったら、うん、食ってきた。なんで食ってくんだ。いや、家にパンがあったから今日は。なんでパンが家にあんだ。一人暮らしだ、その現象ありえないからね。オープンがあるとかないから。本当にもう家族に感謝せ。感謝してますよ、ちゃんと。大丈夫です、本当に感謝。いや、感謝ってそうやってやるもんじゃないから。あ、違う。感謝っていうタイプの感謝あんまないから。そういうんじゃないですか。うん、あんまない。あ、そう。ツイッターとかでとか、あの文章とかだと。口で感謝って伝えることはあんまない。そうっすか。あんまない。待って、これめっちゃうまそう。なんかすげえ匂いするな、これ。ニンニク入ってんな、これ。多分ニンニクだ、これは。ニンニク入ってますね。そのパリパリの方のニンニク。なんつうんだっけ、うん、ニンニクティップみたいなやつあるじゃん。ティップ。ニンニクティップ。うん、あれじゃない。そっちのニンニクだよね。すげえ、ほんとにニンニクの匂いすげえな。これめっちゃうまい。あ、そう。例えば、例えると何、何油そば、油そば。ニンニクが効いた油そばで、うん、しかも唐辛子の辛みも効いてて、うん、これ最高にうまい。嘘。じゃあそれ1週間毎日これ生活するよ。1ヶ月にしようか。あ、多分、うん、あ、味的に、舌的には大丈夫だけど、うん、体やばそう。でも結構食っちゃってっかんな。いや、もう多分最近胃がやばいのは多分それだからね。いや、じゃあ胃はビタミン C だから、絶対。本当に、え、本当に、え、油だと思うんだよね。いや、ビタミン C、ビタミン 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 C。だってビタミン C で胃が痛くなるって聞いたことないよ。いやいやいや、お前なる。だってレモン、お前酸がついて。でもそんなに何本一本も飲んでるわけ。何本絵も飲んでた。風邪ひいてた時はね。あの、風邪ひいてるからビタミン取んなきゃって思って、ああ、そのシーセン武田1日1本飲んでたの。1日1本飲んじゃいけないの、あれ。いいんじゃないの。だからその体弱ってるところに急激な C を流し込んだから。急激な C を流し込んだから多分。あ、そう、ダメなのかな。多分だから俺はびっくりしちゃって、多分体が、うん、もともとなるのよ、うん、あの飴とかビタミン C めっちゃ入ってる飴とかは、うん、めっちゃ舐めるところお腹壊すのよ。で、書いてあるのよ。まあまあ、雨にも食べ過ぎちゃいけない、ね、お腹壊しますって、うん、で多分その理論で多分俺、うん、お腹壊してると思う。俺も腹壊したの、レモンジュース飲んで。急
急遽仲間になったからね。急遽今まで C でお腹壊すことなんてないでしょとか言ってたくせに急に仲間入ったよ。じゃあこの前さ、何何それ、ちょっと前にさピタラジでドッキリかけまくったじゃん、うん、あの時レモンジュース出したじゃん、うん、あれ俺ちょっと一口飲んでたじゃん、うん、平気だよっつって、うん、そのとお腹ピリピリしたいやなってんじゃねえかよなってんじゃねえか、じゃあ仲間じゃねえかお前。意外とね弱いんですよ僕腹。お前いってこの人の方が弱いよ腹は。胃が弱いよね。だってこの前もさ、うん、あの占いフェスでさ、うん、あの最後わさびのシュークリームやってたじゃん、うん、あれ俺だったんだけど食ったの、うん、その後すっげー痛くなっちゃって乙女みたいな気にしてるすげー胃が痛ぇっつってなっちゃって超絶ナイーブ超絶ナイーブな胃をお持ちである。そうなの、だからねあんまり強くないんですよ胃は。胃弱いね確かに。そう胃弱いんですよ。その分俺胃腸が強いんだよね、うん、あんまりくださない。だそのなんか本当に体調悪いとかじゃない限りよ、うん、でさセイロガン かまされてセイロガン噛んだことある人いる俺セイロガン初めて噛んだよマジで。じゃあもう第2弾取ろうよあれ。いや本当にあれきついからあれ思ってるより口の中しびれるからね。なんか漢方とかだからなんか胡椒とかビリビリってしびれるじゃん。あ、まあ、そんな感じ感覚的に言ったらなんかビリビリビリって口の中しびれるの。じゃあ第2弾やろ。話聞けよツイッター動画見てください。分かった。じゃあ次 の, あの、うん、多分ピタラジでまた多分ちょっとドッキリ企画やりたいですねって話にはなってるから、うん、そこであの1個その仕込むそれを。いやいや本当にこれフリスクですっつってはいっつって渡して仕込むドッキリを本人に言うなよ体制できちゃうから。ちょっと仕込みましょうよ。ドッキリやるんだったらやしてみようかな。じゃあドッキリやるんだったらお前それ言うなよ何で言ったの今っていう言っとくドッキリもあり、怖いな、告知系のドッキリね。うまっ。これ待って、ちょっと買いだめしとこう。これわあ、ダメやダメや、君が買いだめしたら腐ってどうせ吸っちゃうから その日の分しか調達しちゃいけないんです。今までね多分本当にガチで、うん、まあここじゃ いやこの動画始めてからを計算したら、うん、2万以上は捨ててるでしょ絶対。いやそれはお前盛りすぎだよさすがに俺もそこまで、うん、あれしてない。でも結構お菓子捨てた時あったんですよ。あの結構前の家の時に結構買いだめブワーってやった時、お菓子すげえ食べたいって思って超買いだめしてほぼ腐らしちゃう。ほぼ捨てた時は、ね、お菓子腐らすってやばいよね。やばいと思うんだよね、あんだけ寿命あるものをさだからアイスを買いだめしとくのは俺いいと思うよ。アイス賞味期限ないじゃん確か、うん、でアイスだったらいいと思うんですよ。あの冷蔵出るとこにぶっ込めばいいから俺ね、うん、アイスはあんま怖いなんでだよなんでだよアイス美味しいじゃん。俺アイス、うん、なんかあんま食わないな今思えば。でアイスとかだったら腐んないから一番いいと思う。でも俺一番やべえと思ってるのアイスなのよ、うん、糖分が。まあね、だってあれさ、冷たいからいっぱい入れてるって聞いた話があるの。あ、そうなんだ。いや感覚的にしないじゃん味、うんうんうん、冷たいと、うん、だから実際常温で砂糖を比べると、うん、あ、まあ、それ舐めたら確か溶けた後のアイスすげえ甘いもんね、うん、って聞いたことがあって、うん、もうあいつら小悪魔じゃんと思って。その別に毎日食わなきゃいいじゃんじゃんあ、そっか週に1回とかさ。でも小悪魔だよいやいや騙してくんの俺らを。言ったらこれだって一緒だからなあ、そっか言ったらじゃあいや俺じゃあダブル小悪魔になっちゃうから小悪魔そんな摂取してたら俺やべえよ。言ったらこっちは絶対脂質とかやばそうだしな、油系とかさうまいで俺今度絶対もうちゃんと入れるからほらタンパク質取ってくれ。タンパク質取ればペイできると思ってるけど別にペイはできないから、ね、大丈夫大丈夫だから取れないから取ったほうがいいでしょもちろんタンパク質はちゃんと摂取できてるけど、うん、その分余計な脂質は大量に取れてるから関係ねえから別にあの分解してなんかあの砂糖舐めた後塩舐めて OK みたいなそういう考えじゃないからね大丈夫大丈夫大丈夫。なんかそういうとこあるけどさ大丈夫これは大丈夫で野菜と卵だけとかだったらいいかもね。お前そんなお前一番なんかあのちゃんと人参とか、うん、あっち系の野菜も混ぜつつ緑色のやつとかほうれん草とかね、うんうん、で、まあ、レタスとかもそういうのも入れつつトマトもとかも入れつつの卵よ。もう最強じゃないですかこれ。結構体に良さそうじゃない。減量中のボクサーみたいだ別にボクサーになりたくないから大丈夫ボクサー目指してないけどあと納豆とかね。ほい勝ち納豆負け。
そう、あのちゃんと納豆とか取った方がいいなと思って。納豆は取った方がいいと思う。ただコンビニのこの米は良くないと思うんですよ僕。聞こえない聞こえない聞こえない何何何聞こえない。コンビニのあのおにぎりってあの油が塗られてるってよく言うじゃないですか。うん、知らない知らない聞いたことない聞いたことない聞こえないしでご飯をちゃんと炊いて、うん、で納豆ご飯を食べるとかね、うん、か結構いいと思うんですよ。あの変な油とか入ってないし、ね、うんうん、でもこれ、うん、コンビニじゃなくてイオンだからイオンの米に油とかないからいい、見るな見るな全部読みなくていいないんでないから。ただただね、コンビニ系の納豆巻き美味しいんですよ。美味しい、あの旨味成分めっちゃ美味しい。これすごい塗ってるんだよね。旨味成分ってダメなの？いやダメというか、だからそういう、確かあんまり取りすぎるなんか発がんとか、そういう系が絶対入ってるはずなんだよ。だってうまいじゃん。うん、うまい。味超美味しくない？なんか美味しくない？なんか知んないけど、うん、家で納豆巻き作ってもなんかちょっと足りないってなるじゃん。うんうんうん、だってやっぱ多分まあなんかあるんだよね。うめえから食っちゃうんだけどね。でこれいいお米といい納豆だからうまいです。そうえ、うまみとかないっすナチュラルうまみなんで多分大丈夫です。試しに見てみてうまっ。うまみ成分とか分かんないか。調整剤、 pH 調整剤、 pH 調味料、なんかここら辺ちょっとなんか入ってそうだね調整剤ってなんか怖いねなんかなくてもよくねって思うんだけどなんかえ、今何、ごめん、記憶飛んでた、ごめん、ごめんしてた全然聞いてねえこいつ、記憶、記憶がちょっとごめん今ちょっと数分ないんだけど。いやーほらもうキサンタンガム、何これすごい名前じゃん。え、聞こえない聞こえない、何、まあもう好きなもん食べたらいいですよ別に別にあのいいと思いますあくまでデータなんでそれはうんうん、うん、平気な人は食っても平気だから。そうそうそう、うん、そうそうそう、ね、そうそう、その死ぬ時に後悔しなきゃいいんだよ、うん、あーやっぱコンビニ食ったせいで病気になっちゃったなって思わなきゃいいと思います。そこはないもうそれならあれやっときゃよかったこれやっときゃよかったタイプだと思う。いいと思います別に、多分大丈夫、はい、うんあーいけるな。自炊、自炊何がじゃあ、うん、俺始めたらやるとしよう。鍋鍋鍋鍋は簡単ですよ、僕でも作れるから。でも洗い物出ちゃうからダメだそれはいやもう洗い物、まあ、全部出るでしょ自炊したらえ、洗い物が出ない自炊ないの？そんなことできる？だって仮に電子レンジで調理するっつっても鍋は使ったりするじゃないですか最近のやり方と、うんうんうん、鍋絶対洗うじゃん。じゃあいいや、もうしょうがない、洗う洗う洗うよ。なんだよ、そこまでやれたら洗う。いや洗えよ最初から洗えよ普通に。じゃあ洗い物が少ない鍋は少なくないですか？鍋だけだから、鍋と箸だけ終わり、洗うの、うん、包丁とまな板も洗うやん、手でちぎればいいじゃん。お前ネギ舐めんなよネギあれやろ、それグニューってなるぞ。切ってやれ使えばいいじゃん。あんのそんなの？あんじゃね。ネギはでも見たことないな。鍋はネギ入れなきゃ。もやし、もやしはもうバサリでしょ。ああ、はいはい、肉ももう最後切ってあるやつ入れましょう。うん、ちょっと高いんだけどね切ってあるやつは。あ、そうなんだ。なんか確かに、まあいいよいいよ、塊の方がなんか、うん、まあ切ってあるやつポン。もう包丁を出して切って洗うぐらいだったらお金払う金に物言わせんなそんなに金 YouTuber でもねえなにでしょ、肉は切れてる、うん、もやしもまあそのままバサッて入れれる、うん、白菜は切れてるの売ってるんだよ確か売ってる時、まあ、白菜は別に最悪ちぎれんじゃん、ちぎれるじゃん、うん、てかその3つでなんとかなるよね。あとあのキノコ、えのき、でもそれ今聞いた限りだと栄養ありませんけど、えのきとかすごいあるよ確か、うん、白菜は、白菜もあるよね。白菜ももやしもあんなもん。ビタミンとか入ってんじゃなかったっけ？入ってんの？もやしはちょっとなんかなさそうな感じ。白菜は結構良かったんじゃないですか？あ、入ってんの？だってそうなんだよな。だって風邪ひいた時白菜って言ったよない？ネギ。ネギか、うん。でも白菜もいいって聞いたことあるな。へぇ。気のせいかな。でもなんか良さそうじゃん、体に。あとネギ。ネギ入れれるのはね、でかいね。ネギは入れた方がいいと思う。ネギだって風邪の時めっちゃいいもんね、うん、絶対パワー出るよ、ね、あ、生姜生姜生姜もう入れれるじゃん、うん、生姜味にする最悪ね、うん、
でもしちょっとパワー欲しいなって時はニンニクブンってぶっ込んだりして、あ入れよう入れよう何でもできるじゃないですか。で鍋は簡単だよ。なるほど、俺でも作れるからね。でもさ煮込むだけだから。味付けは味付け、まあ俺の場合は本当にただ湯でお湯で煮込んで、うん、ポン酢で食ってたんだけどえボクサーだったあちょっと塩だけパーって入れて煮込んで、うん、塩味プラスポン酢で食ってたんだけど、うんうん、まあ、それもうまいじゃん普通、うん、で飽きたら今ね売ってるんですよ、あのこういう鍋の素が、あ、はいはいはい、人利用のプチってやつでね、うんうん、そういうのでも味付け変えれるじゃん、うん、でなんかもう無限に作れるよ無限に。ちょっと俺デビューしようかな。多分まあやんないから大丈夫だ、うん、絶対やんないと思う、うん、鍋はいいんじゃないですかね冬は。うん確かにいいな。そうでももう俺本当に、うん、良くないと思ってんだけど、うん、もうスプーンとかもないのよスプーンも箸もねえのうち割り箸は割り箸いいじゃん割り箸で大丈夫何大丈夫って別にいいじゃん、まあ、そのくらいそこはいいんでしょ金かけ。あ、だお椀がないわ。だから鍋はあればお椀いらないから。鍋ダイレクト鍋だから。ダイレクトの鍋がまずない。あのあれでいいの、うん、あれならあるよ、うん、ホットプレートの鍋盤みたいなしかない。あでもまあ一人多い手間じゃない洗うの。そうな、そうで電気も使うしガスの方が楽じゃない。いや無理だ。鍋買えばいいじゃん。ちっちゃいないで。ないないな。いや金はあるって。鍋は買えない。さっき金はかけるっつってたじゃねえかよ。どっちなんだ。鍋ちょっと買えないわ。ちっちゃい鍋売ってるじゃん。うん、今一人前よとか一人用 あるじゃん。へえー。それ買えばいいんじゃない。一人鍋。一人鍋いいね。うん。なんで一人強調するの。はい、もう買いません。一人強調されることにより、私のメンタルが砕けました。買いません。ネギとか美味しいですよ。そうだよね。鍋のネギはうまいよな。美味しいと思う。白菜もちょっと柔らかくすれば美味しいし。最高だね。豆腐。あ、豆腐もいる。豆腐なんかめちゃくちゃ体にいいじゃないですか。うん、そうだよね。あれこそタンパク質。タンパク質。タンパク質。大豆だもんね。大豆タンパク。めちゃめちゃいいじゃん。まあ、トマト入れないな。あと何？なんだろう。あ、海鮮入れたら、ね、あ全然いいね。味がね。魚食った方がいいしね。魚いいし、ね。魚とかさ、うん、もう食うことなくない普通に生活してて。なんだよね。本当寿司ぐらいじゃない？そう刺身か。だってないね。魚食った方がいいもんね。うん、今思えば肉ばっか。だよね。俺にとって今日卵か。卵がいいのか。あとはもう。炭水化物しかねえじゃん。米とか麺とかさ。まあほら一応ビタミン取ってるから。チャラ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 。こんなの糖質の塊でしょ。だって大丈夫大丈夫、ビタミン入ってるから。ビタミン入ってたらプラマイゼロなんです。いやプラマイにはならないです。もう取ったの取ってるからしょうがない。プラマイゼロ掛け算なんで。いや掛け算ってなんだよ。掛け算掛け算。いやプラマイゼロにはならないから。脂質取っちゃったなけど、ま、ビタミンよりマイナス。いやもうそれはないからね。ビタミンするんだよ。あのアメトークのなんかアイス芸人とかさ、うん、ゼロスとか言ってカロリーゼロス。いやなわけないじゃん。あれと一緒じゃんもう。これ納豆であの栄養あるタンパク質取ったんで、これ栄養価的にはプラマイゼロ。いやいや。じゃあ意味ないよプラマイゼロだったら。いや別にだから悪くないってことだから。摂取しなきゃいいものはいいものじゃこれカップラーメンだけだったら良くないよ。マイナスです。マイナスでも脂質はプラスです、はい、あやばい、はい、ビタミン取った納豆取ったゼロー。ならねえわ。ならねえよ。むちゃくちゃだなそれは。逆にこういう生活してた人にちょっと話聞いてみたいね。例えば30代とかで、うん、あどうなんだろう。います。それで、え、全然健康ですかって言われたらもう。まあでも一人に聞いてもしょうがないよな、やっぱりそれ。データ欲しいね、確かに。データがないとね。確かに。まあ、そんな実験ないもんね。例えば10年間コンビニとかで生活してきた人が、うん、50代になって一気にその糖尿病発症するみたいなさ、うん、そういうデータがあればね、うん、ビビるもんね、確かに。いや、ビビる。あ、じゃあ自分が実験台になればいいじゃん。30代とりあえずコンビニ。あ、そうだね。やって。でも言うたらもうこの2、3、ん ?2 年ぐらいか。うん、この2年ぐらいずっとこんな生活だからね。でもまだできるよ10年ぐらい。お惣菜はどうなの。そう、俺ずっと聞きたかった、うん、お惣菜はどう。
スーパーのあれセーフなの？どう？でも油は入ってんじゃないですか、あのコロッケとかは。そんな、まあ、油ゼロなんて言ったらお坊さんぐらいだよ。油なし生活。油なしやっても無理でしょ今現代。だからそれはだって鍋だってお前肉入れたら肉の油ゼロ。確かに惣菜は確かにそうだけどさ、もし、うん、わかんない、生でちゃんとやり取りしてるの多分大丈夫じゃん、その場で作ってるから。で家でコロッケやったら別に油入るわけでしょ。うん、まあそもそもコロッケが、まあ、油は多いよね。でまずコロッケ出してきた。でもお惣菜結構揚げてるもんばっかりじゃね。うん、うん、で油は多いんじゃない結局。質って何が良くないの？いや別に悪、取りすぎたらそれは良くないんじゃないですかね。でも運動はしてるよ、歩いてる、こうやって寒い中歩いてる、こうやって本当に寒い中手振りたいんだけど手冷たいから、うん、手袋買えって言われたけどまだ買ってないから。もういや買えよ。だからいやいやいや、で人が来るとこう肘当たっちゃうから、こういやもう変なやつ、人が来るとこうこうしすれ違う時はこう、変なやつじゃんそんなの。手袋買えばじゃん、こうやってこうやって手袋買って。いやでも手袋は俺あ嫌なんだよね。え、なんか手袋ってなんで邪魔じゃん。これ俺の意見で。邪魔ってどういうこと？なんか嫌じゃん。いや意味わかんない。ならねえよ、ってなんだそれ。あんまりだ、好きじゃないんだよ、なんか。で君がなんか本当は帽子嫌だとかさ。ああ。あんまだ別に。まあ本当は帽子嫌だね、確かに。プライベートだって被んないし。被んない一切、うん。みたいな感覚、うう感覚。まあ、俺がアクセサリーつけるのやつ。ああ、そうそう。そういうことね。はいはい。じゃあいいんじゃん、つけなくて別に。だからこうなっちゃうね、そしたら。いや我慢しろよもう。ここいやもう我慢して出せばいいって。そしてなくなっちゃってるもん。手はなくなんねえ。こうってあーパラパラ、あーこっちだパラパラパラ、あーってなっちゃう。どこにないよそんなことは。なんで凍るって。まず神奈川ではありえない。だったら腐るよ先に。手が腐ってからこう。いやパラパラはない。あーこっちだ、あーあーあーありえないだろそんな。そんなありえないでしょ。かね。いやちょっと手袋あんまり、うん、そう、あんまりなんですよね。だからそうでいいんじゃないですか、つけないで。うん、うん、でしょうがないんだから。もうで運動してるから、で脂質取っても大丈夫って話でしょ。もちろん取りすぎてはないでしょ。だってまあこれにコロッケ唐揚げとか食ってたらさ、まあ大丈夫なんじゃない、異常値出てなければ。そうだ、だから俺人間ドックをどうしようかってね。あ、受けたらいいじゃん。俺も30になったら受けようよ。じゃあ、そうだね、そうだね。で、胃カメラとかやったことないからさ。うわ、俺もちょっとほんと食堂攻められるのはほんと無理。バリウムとか飲むんでしょ。食堂攻めるじゃん。超まずいんだろ、全員食堂攻めるじゃん。食堂攻められるのだけちょっとほんとにきついな。そう、だから胃カメラもそうだし。うわ、無理。胃カメラなんかもう、でも最近はちっちゃいので鼻からいけるっていうじゃん、ちっこいのでさ。でも結局食堂は攻めるわけでしょ。でも当たんないんじゃないの。当たんない、スン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 っていくから、スンスンって当たるでしょ。麻酔すんでしょ、だって麻酔んじゃないかな。おい、だったらもう寝たい、俺寝てたい。その間あーもう完全身麻酔ってこと。いやめっちゃ金かかる。意識なきゃ話しかけられるから大丈夫ですかって、多分そうやり取りしながら、ね、もう寝てればいいっすね。全部好きにプレシャス。いやダメだろ。確かに胃は分かんないっていうもんね、血液検査とかでね。あ、そうなんだ。なんか聞いたことある。今もそういう技術あんのかな、知らないけど。あれやけどね。え、じゃあ何、俺健康診断毎年受けてたけど、その辺はちょっと分かんないってことなんだ。がんとかは多分分かんないんじゃない。よっぽど異常値出てる。でも血液で異常値出てたらもう間に合わないんじゃないの。初期じゃないでしょ、だって。確かに。あとは腸とかね、大腸検査とかじゃない、ケツからこう、うーわ、上からも下からも攻められるの。うーわ、そう、もういいや、俺が全身麻酔に。いやないか、全身麻酔とかしてくんない、ね、そういうのは発見、早めに発見しとけば治るからさ。俺でもさ、それよりもなんかよくわかんない、この辺の臓器いっぱいあるじゃん、うん、膵臓とかさ、うん、なんとか臓とか、うん、腎臓か、うん、なんかその辺のがなんか俺これラーメンめっちゃ食ってるから。でもそうすると血液に異常出るじゃん。そっちは出んのか。出そうじゃない。あ、そっちは出んのか、うん、なるほど。で出たら精密検査入りましょうってさ、なんかCT とか撮るんじゃないの、わかんないけど、うんうん、ビーってやつさ、レントゲンで、うんうん、で黒いのあります、あ、黒か白か知らねえけどさ。もう黒ってやばそうじゃん。
やばいですねっつって悪性かどうか調べましょうってなんじゃないの。怖いね。怖いな。だからあのじゃあ1個おすすめしとくことは、うん、人間ドック行く前にあの医療保険に入っちゃダメですよ。どういうことどういうことなんで、なんかそれちょっとためになるやつためになるやつなんで、あの医療保険だって人間ドック受けて、うん、もしもやばい見つかっちゃいました、うん、ってなった状態だともうあの保険入れないんで先に入っといて、そういうことか。ちゃんと準備しといてって言って、あやばい受けなきゃなってなればお金出るから。ああそうかそうかそうか。ちゃんとした検査を受ける前に入ってた方がいいです。ああなるほど。そうそうそう、あ病気持ってたら入れないんだ。そうか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 、健康な状態じゃ入れないか。綺麗な状態のまま先に入って1年ちょっと我慢して黙ってて、うん、で人間ドック行ってで、あ見つかりましたねってなったらあのちゃんと対応できるから、こうまさかの飯ラジオためになる。今まで結構長い間やってきて初めてためになった。多分1年ぐらい飯ラジオ、あれもう飯ラジオ1年ぐらいやってる、そんなやってる。多分飯ラジオのさ前身ってあれでしょ、本当だからあのケンタッキー、そうそうそう、外人君と一緒に食ったとか、ここで食ったぐらいだよね。そうか。1年は経ってないか、まあ、ちょっと忘れちゃってる。10ヶ月ぐらいは経ってんのかな、じゃあ。10ヶ月とか。あれ、そんなやってるか。意外とやってんじゃないですか。意外とご長寿企画。セカンドで。そこから発展したから。そこから発展したから。すごい。そうですよ。気をつけないとね。あ、なるほどね。そう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 。1年ぐらいやって初めてためになったわ。飯ラジオ。初めてためになった。なるほど。人間ドック行く前に医療保険入ってる。ちゃんと用意しといて。で、最悪平気だったらまず切っちゃってもいいしね。もったいないけど。あ、1年だけで。そうそうそう。まあ、それはそれでもったいないから。え、別にずっと入ってもいいでしょ。まあ、全然入ってもいいんだよ。でもそんな俺病院も行かないしな、うん、病院って入院とかでしょ、それって保証とか普通の、そうそうそう、普通の病気はね別にそんなあれだもんね、全然大丈夫だから。まああのギャンブルですから、あの生命保険も自分が病気になるかどうかのギャンブルに投資するみたいなもんだからね。保険と言いつつ保険と真逆の性質も兼ね備えてるわけですね。だって健康だったら金 1円も出ないんだからさ。そうそう、たら払って終わりってことだもんね。ギャンブルですから言うたら。確かに、そうそうそう、下手にパチンコやってる人とそれだったら、そうそうそう、性質下手したら同じっていう。そうそうそう、こっち健康だったらいいんだからね。確かに。そうだよ、なるほど。そうそうそう、ちょっと人間ドックか、ちょっと今年ちょっと回したいねそれね。だから撮影していいとこでやりたいよね。まああったらいいね。分かんないけど、まあすごい寛大なね YouTuberOK みたいなね、病院さんがあればいいよ ね。今のうち言っとこうぜ。募集してます。お医者さん、もしあの見てくださった方でお医者さんの方で、俺でもいたよお前、なんか開業医さん前いたよ。いた、前いた、なんか開業医さんで、そういう人間力施設整ってますっていう方、ぜひお願いします。お願いします。あのできればもしあの料金もタダにしていただいて、そのまま動画に思いっきりリンクを貼っ付けてね。すごい。あの病院の宣伝も、はい。グイグイ画面つけて。ぜひ。グイグイ画面つけてそこまで。ぜひそこをガンガン宣伝させてもらってね。はい、一緒に病院も盛り上げて。僕らも盛り上げる。病院盛り上げるとか言わん。病院盛り上がる。あれは暇なのが一番平和なんだよ。まあまあ暇なの。病気ないから。平和だけど。でも検査はみんなした方がいいからさ。あ、なるほどね。そういう検査を盛り上げると、ね。検査を盛り上げて。みんなが検査すればね。日本の人って検査すごい低いって言うじゃん。あ、そうなの。乳がん検診も全然行かないとかって言うから。だからそういうのもちゃんと普及できて。あ、検診をね。もうちゃんと社会貢献ですわ。いい意味で言ったら社会貢献ができるわけですね。かっこよく言うなよ。ただ自分がただで人間ドック受けたいだけだ。かっこよく言うんじゃないの。社会貢献できます。社会貢献です。はい。ぜひお医者さんお願いします。いらっしゃったら、いらっしゃったらぜひご連絡を。お願いします。つながることもあるからね、こうやってね言ってたら。あるんだよ本当にあるから。一回実現しちゃってるからバンバン言っちゃって。何があるから本当にバンバン言うから宣伝チャンネル、やりたいこととかね、やりたいことやっていきたいことは多分言うべきです。言った方がいいんですよ。そうですね。はい、はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またりまーす。またね、バイバイ。メシ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 ラジオ、そんなんだったっけ？忘れた。